どうみたいにとんでもないクソ騎乗ってわけでもなかったのにね。今年のシーマってシャフリアール以外の日本馬はそもそも勝つ気ない位置じゃないか。謎ではない、順当に実力不足。ドバイは芝が日本より重いし時計がかかるからね。手アタックレベルもありえるよ。同世代の弱い牝馬を相手にアホみたいな着差つけてたから強いように見えるだけで、蓋開けたらクソ弱い可能性ある。最強クラスではなかったってだけやろ。まあ起点勝てば挽回できるだろ。勝てるか知らんけど、リバティは今年の秋でどういう競馬するか次第かな。モレイラのせいだろ。道中ドスローで進んで前3頭が残り800からペース上げてんのにがっちり抑えたままとか頭いかれてる。直線向いた時には4番抵抗は絶望的な差でノーチャンス。中内打球者って海外未勝利でしょ。そんな簡単に勝てるもんちゃうで。リバティは秋の時点で春よりも胴が詰まってたきた印象があったんだよな。翌年は1600から2000までのレースかなって思ってたらターフだし無理だろうと。明らかに同ジュースとリバティ出るレース逆だったな。ジェンティルドンナも負けてるんだから大して不思議でもない。そもそも川田の騎乗ミス。直線入る前の前方にいた馬との差に頭抱えたわ。逆に言えばリバティがシャフリアールなんかに負けるくらいドバイの芝は前目につけないと話にならない。まあどっか勝てるだろ。他の馬も微妙だし。みんな奴のせいで感覚麻痺してるけど、そんな簡単に勝てるレースじゃないんで。あの展開で追い込んで3着まで来たし力はあるんやけどね。適正距離が1600から2000名というくらいと考えれば頑張ってる方や。元無中距離 G1 牝馬。レガレイラは素で忘れに蹴り。ドジっ子かわよ。リバチには頑張ってほしいね。スターズオンアース。まず今後走るかも怪しくない。大阪杯2着、ジャパンカップ3着、有馬2着の能力は現役トップなのに相手が悪かったり運がなかったりする前線ウーマン。スターオンは大阪杯でジャックの安城が竹さんじゃなかったら差し切ってたかもな。混合の中距離 G1 を勝てる牝馬が出てきてほしいって意味でいいんか。でしょうな。じゃなきゃ毎年オークスバとエリジョバがいるわけだし、スターズオンアースとレガレイラがいれば十分すぎる。コバ混合 G1 を3つ以上勝ってる牝馬ってクロノ含めても歴代で7頭ぐらいしかいないんですよ。贅沢を超えた贅沢。最近で馬券に絡めたのも少なくね。スタオン牝馬2強のリバティスタオンがドバイ高休養中なんだから仕方ない。去年はスタオンやスルセ、今年もルージュエバインが入ったし馬券入るぐらいなら毎年割といる。2020年大阪杯ラッキーライラック安田記念グランアレグリア、宝塚記念クロノジェネシススプリンターズステークスグランアレグリア、天皇賞秋アーモンドアイマイルチャンピオンシップグランアレグリア、ジャパンカップアーモンドアイ有馬記念クロノジェネシス。怖い怖い。これコバのボバが不甲斐ないだけなんじゃね。ってのはキンクか。18-19世代のボバクラシックのメンツ見たらわかるけど、この時期コバだったボバは普通に弱い。この2年のクラシック3冠の6頭だとフィエールマンとワールドプレミアがコバ G1 勝ってるんだけど、どっちも天皇賞、春、なんよね。実際19世代ボバは4歳までは歴代最弱って言われるぐらい評価低かったしな。5歳でワープレダの金が G1 勝ったことで評価上げたけど、3歳時のアドマイヤマーズは普通に強かったんだけどな、コバ時代がな。リスグラ、アモアイ、19牝馬、タクトマリリン、スタオンナミュール、レガレイラって感じで、強い牝馬の系譜が途切れてないの熱いな。レガレイラにはボバ混合 G1 をまた買ってほしい。レガレイラは皐月賞の時に NHK の解説の人が、目が優しすぎる気がする、って言ってたけど、やっぱり人間と同じで能力だけでなく負けん気根性みたいなのも必要ってことやろうね。夏を経てどれだけそこら辺も成長してるか楽しみだわ。スターズオンアース、リバティアイランド、ブレイディベイグ、チェルビニア、レガレイラ、ステレンボッシュ、つよつよノーザン中距離牝馬は有望株が多い。強いても文句を入れるならクロノみたいなグランプリ校舎は、って感じがする。スタオンの有馬2着はあれど全員府中得意ですって顔してる。秋華賞は、ステレンボッシュ、ジェルビニアの2強に、ボンドガール、クイーンズウォーク、クリスマストレードが挑んでいく形になるね。レガレイラも出たら激アツだけどエリザベス女王杯って話だし、19牝馬たちに被験するくらいのポテンシャル持ってそうだし今後に期待やな。2008年、安田記念ウォッカスプリンターズステークススリープレスナイト、天皇賞、秋、ウォッカマイルチャンピオンシップブルーメンブラッド、有馬記念ダイワスカーレット。この年もなかなか、混合中距離 G1 勝利数、2勝以上、4勝、アーモンドアイ、秋天 ×2、ジャパンカップ ×2、ジェンティルドンナ、ドバイシーマ、ジャパンカップ ×2、有馬、3勝ウォッカ、ダービー、秋天、ジャパンカップ、リスグラシュー、
宝塚、コックスプレート、有馬、クロノジェネシス、宝塚×2、有馬、二勝負エナビスタ、アキテン、ジャパンカップ、ラブズオンリーユー、クイーンエリザベス2世カップ、香港カップ。リバティアイランドはシンバ3冠取ってる時点でめちゃくちゃ強い馬なのはわかってるんだけど、ボバと混じってどれだけやれるかは未知数だからね。判断材料となるのが去年のジャパンカップとドバイシーマクラシックっていう特殊なレースなのもあるし。少し前が行かれすぎて20年代のヒンバはハードルが高くてかわいそうだわ。ダンマイルはともかくアイカラエルはそうポンポン勝たんぞ。リバティアイランドは好きではなかったけど、はっきり言うと強い。それだけのパフォーマンスをドバイでしていたし、ジャパンカップの着差も見た目以上にあったんだろうね。こいつは叩き上げタイプだから起点はわからんが、ジャパンカップは1倍台になるかもね。リバティアイランドの三冠レースとかいうパワー系レース、能力と安定スキルのゴリ押しレース大好き。マジでイカれたレース運びだと思う。桜花賞のあまりに無慈悲な次元の違う末足でのゴリ押しオークスの他に勝ち筋のなさすぎる圧勝。秋華賞のどうせ勝てるから安全策取って大外分回して楽勝。どれも別方向でなんだこいつって感じだったので、まあわかる。むしろなんでこいつに勝てたんだろ、ラベル中内だ。今後のために松教育レースしてほしい。川田、それやったらさすがに負けるけどええんか。中内だ、いいよ。サントリーの動画見た感じこの流れらしい。三冠牝馬の中で個人的に一番強くて一番好き。秋華賞は同じ 1.1 倍だったファインモーションの完コピしてるようなレースだった。これ見てるとやっぱり牝馬三冠で一番難しいレースって桜花賞だと思う。三冠牝馬って大体中距離に適性あるイメージだし、それでマイル走るってなったら大変よな。アルテミスのこと川田がポカしたんだと思ってる人いるけど、中内だしからの指示だし、むしろ川田は前壁危惧して反対した側だよ。上で触れられてるサントリー配信で詳しく語られてるけど、リバティの将来のためだと理解はしてたけど、レース直後は納得しきれない部分も若干はあった。今は納得してるって獅子のことも話してたくらいだし、秋華賞みたいなああいう自分から早めに動いて勝つの王者の競馬感あって好き。桜花賞現地だったけどマジでビビったな。当日の芝のレースはほとんど逃げかばん手が勝つような超内前残りだったから、道中で馬券放り投げそうになるレベルだった。自分含め観客も、おいおい川田その後方待機はまずいだろって感じで見てたし、桜花賞ちょっと焦りすぎよ、届くってば。オークス今日は気分いいしぶっち切ってあげるわ。秋華賞はいはい、ここから仕掛ければいいんでしょ。こんな感じで安城とだんだん人馬一体になってる感がある。秋華賞はもう気楽に見てた的なこと言う競馬民そこそこ見るけど、自分は現地で見てて普通に緊張しまくってたな。だって2冠取れたら3冠当たり前なんてことはないし、競馬に絶対はないじゃん。リバティのこと信じてはいたけど、やっぱ緊張すごかったわ。まあレース見て三角当たりからずっと叫んでたんだけど、スタオンも去年勝てなかったけど、勝てなかっただけでクッソ強かったし、ゲボみたいな出遅れがなきゃ2年連続三冠出てても全くおかしくなかったとは思うが、それでも取れる馬と取れない馬の間にある、持ってる、かどうかの差ってあるよなって。桜花がマジで理不尽すぎる。リバティのベストレースあげろって言われたらこれだと思う。一頭だけボバが混じってるレベルでムッキムキで胴が太かったよな。いや他の牝馬の2倍は胴が筋肉で太かった。ようやく秋華賞で安定に従ってほぼ真っ当なレースできてたのは成長を感じた。ジャパンカップで良くも悪くも彼女らしさを見せつけられた。ハープスターみたいな桜花賞、ジェンティルみたいなオークスと昔の川田おさらい集みたいな感じで運命感じる。京都のコーナー出口くらいのとこに陣取って待ってる間、横の兄ちゃんとちょいちょい喋ってたんだけど、関東民だけどたまたま見に行ったジュベナイルフィリーズですごかったので、桜花賞も行ったら本当にすごかった。当然東京も行ったら圧倒的だったので今日はここに来た。でもどうしよう、勝つと思ってるんだけど負けたら、どうしよう。ってずっと前方保護者ずらしてて面白かった、よかったね。これほどまでに強いのか。確かにブラのオマージュで安直でオリジナリティがないって意見もわかるんだけど、レース見た時のこれほどまでに強いのか感はブラのサツキよりリバテのオークスの方が強かった。みんなその強さを誰も疑ってはいなかったけど、その皆の予想の上を行く強さだった感じが。